ってあんなにうまく作ってる。集まった人だけでやってもらえますか。どうして集まるのか、まあ、ちょっとわかんないですけど、もう少し。おはようございます。お集まりありがとうございます。今組合によるバスの生息調査という名乗って、今集まっていただいてますので、私今日これから開催したいというふうに思います。じゃあ組合長一言ご挨拶お願いします。はい。鶴なり、安住つなりして、捕獲をお願いしたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。あと皆さんにご説明する場所はないと思うんですけども、一応今考えているのはこの高速の管内ということで、まあ、地域で言えばもう堺市から本当に真っ白の先までということになるんですけども、最近19号の台風の後あんまりバスが釣れないという情報が入っています。まあただ皆さん釣りに来た方はやっぱりこういうような場所には入ってくれるんですけど、まあ、なかなかその点々としたところでは分かりにくい場合もあると思いますので、もし皆さんの知恵をお借りして、またもし、こんなところにいやしねえかっていうとこあったら、まあ、半日です。今日一応これから始めていただいて11時までにはここに戻ってきてほしいなということで考えてますので、お願いしたいというふうに思ってます。2枚、まあ、タルさんもやってるだやってる。じゃあお茶2つと、お茶1本もらいました、バスはあんまり情報ないです。昔は結構釣れたって言って、組合なんかに持ってきてもらったりしたんですけど、今年もう去年から全然全く全然ならないんで、全然集まんなかった。やっぱり工事やった後でね、釣り場もだいぶ荒れちゃいましたし。工事ってこの間の19号のやつの。もう榊はね、ずっと4箇所から5箇所入ってますから、それで終わりはしたんですけど、川がね、やっぱりみんな平らっぽく、少し昔の一番いいところがみんな台風で壊れちゃったんで、そこをみんな直してもらったりしてるんですけど、もうブラックバスが増え始めたのは、もうだいぶ前になりますけど。結局在来魚がだんだん少なくなってくると、やっぱりブラックバスが餌になってるんじゃねえかっていう、まあ、これは本当に人間の考えてることなんで本来わかんないですけど、そうですね、でもまあやっぱりそれも一つの原因の一つだからっていうんで、今カワウとブラックバスですが、やっぱり対象になってますよね。はい、まあね、外来魚であんまりいてほしくないそうですのに、その大会をしてるってことですよね。結局大会名義でやって必要なんですよね。じゃないとなかなか今今日の組合も結構おいでになるんですけど、あまりそのバスとかっていうのには関心が薄いんですよ。だから今だから逆に若い人は今、だってバスに走ってますよね。はいはいはい、そうですね。楽しいですもん、釣れれば。あ、そうですか。そうです。釣るにはね、遊魚券って券をみんな買ってもらってます。はいはいはい、はい、ブラックバス釣るのも必要なわけですね。全部一緒、全部一緒、全部一緒です。他の魚、アユを除いて以外は全部一緒です。はい、アユはどういう意味ですか。アユはね、また特別なんですよ。やっぱり自分たちで放流した魚を釣ってもらうんで、そこはまた昔からちょっと 別料金になってますけどね。はい、はい、こんにちは、長野インターネット補足と申します。はい、ご苦労さんです。今千曲市の、はい、ここは部屋橋の下にあります、はい、場所に来ておりますけども、はい、今日はどういうことで、ここに集まっていただいているのか、組合長さんに来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。あ、高速漁業組合組合長の水沢と言います。
朝早く、まだ6時、7時ですね、からなんですけども、今日は何があるんでしょうか。今日はブラックバスの、はい、一応駆除ということで、はい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 、皆さんに集まっていただいて、はい、釣っていただいたり、はい、網を打っていただいて、はい、なんとか数を減らそうということで、こういう催しをしております。千曲川のほとりで、はい、そのブラックバスを釣ってのはなんか聞き慣れないような感じするんですけども、その辺はどうなんでしょうか。今ブラックバスの釣りは結構人気がありまして、はいはいはい、結構引きが強くてね、あ、そうですか、ルアーで釣れますんで、結構釣り人の皆さん、バス釣りで昔、千曲といえばもう、鮎がもう、はい、ね、主流だったと思うんですけども、変わってきたんですかね。その鮎が毎年、相当なお金を使って、はい、チンをね、購入して放流してるんですけども、放流してるんですね、はい、今もしてるんですね、はい、毎年しておりますが、はい、なかなか川の状態が悪くて鮎のが育たない川になっちゃって、まあ、引っ越しはいるんですけども、今昔はこの高速っていえば鮎の大きい鮎が釣れるということで有名でね、たくさんお客さんが見えられたんですけども、そうですね、今はもう鮎釣りっていうのは、うん、なかなかそれで組合運営が成り立たって言わないもんで、バスを駆除して代わりにニジマスを、まあ、毎週今料理ごとに放流してるんですけども、そういう経営の仕方にしていこうということでやっております。最後に組合長さんから皆さんに呼びかけたいこと何かありますでしょうか。せっかくこの千曲市にはね、こういう千曲川っていう素晴らしい天然の川がございますのでね、またこうお父さんお母さん連れ立って、たとえ夕方でもね、川に親しんでいただくようにお願いできればなと思っております。ぜひ今後はどんなふうな千曲川にしたいと思いますか。今度は台風19号 の、はいはいはい、影響で川がうんと荒れてしまいまして、なるほどなるほど、川へ入ってくる道がもうなくなってね、うん、そうですよね、なかなか釣りの方々も、川へ入るっていうことが少なくなってきちゃったもので、私ども川へ入ってくる道の除草と、草刈りとかいろいろやってるんですが、草の成長の方が早くてすぐこういう藪になっちゃいましてね、なかなか川に親しんでもらうってことが難しくなってはきてるんですけども、またけ我々組合員としても皆さん方に川に親しんで、この生まれ故郷の川ですので、大沢はね、大山さんと一緒になって千曲の魚を、釣ってまた美味しく食べていただいて、この千曲の恵みをね、楽しんでいただけたらと思います。それではありがとうございました。はい、どうも。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ニジマスですかね。はい、そうです。これこの保留するんですね。
だここに一人一匹頑張ってるわ。何匹ぐらいですかね。何キロですか。何キロです。それ下から巻いてくれ。トータルで下から巻いてくれ。90キロトータルで。90キロ。90キロ。あ、止まってるんですよ。こんなところで。あ、本当だ。行けばもう近く行けばもういなくなっちゃう。遅れが出てるね。遅れが。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。集まっちゃいけねえぞっつって。来ないけど。